夜景色すごいんだろうな、これだもん。綺麗だね。あ、行っちゃう。行っちゃう。ゲリゲリ。え？おう。ああ行かないで。ちょっと待って、右右行く。ここなんかいい作りだね。うん、でも多分ここもアルソックとかついてる気がする。うん、あ、電気がメーターだ。生きてる。電気が来てるということはアルソックが作動してるな、多分。このトラックは何かな。食材とかコンサート。ティッシュもそのままだね。自宅音声入力サービス。お湯は混んでたのかな。あ、うん、完全入ってるね。この3つがこの3連続排除ってやつかな。多分。これも侵入は厳しそうだな。おっとっと。あちゃ。この吉野館廃墟だな。入れそうに見える。いや、ほんとお化け出そうだね。あそこも廃墟でしょ。ぽく見えるよね。あれもなんか板打ってるし。板打ってる？打ってる。窓に打ってない？いや、わかんない。廃墟っぽいよね。電気もついてないよ。で、このアパートも入ってるじゃね。うん、そうだね。あと入ってる。休んでそうだよ。中やばそうね。うん、住んでそう。住んでているよ多分。入ってる。え？信号が中に入ってる。でもあれなんか古そうだね。うん、広告じゃんね。な、まあ。どうなんだろうね。見えた。見えた。よいしょ。あ、そうだ。住んでる。メーター動いてる。住んで今仕事中なのかな。そうだと思う。寮とか。他の事業員。ほぼ刑務所だね。刑務所。